はい、朽ちた遺跡にやってまいりました。で、この刃物を持っていってしまいましょう。よく切れる刃物、これを持っていくとバッドエンドだと思うんです。よし、じゃあ変化あるまでカットします。カット。あれ？変わんなかった。もしかしてだけど、先に取っとけっていうことか。つまり最初の方で取っておかないといけない、イコール、また最初から。マジか。はい、ということで、データの最初の方から、何、そのよく切れる刃物を持って、ここまでやってきましたが、どこから変わるんだろうね。戦ってみようか。なんかね、逃げても同じっぽいからちょっと戦ってみます。あれ？ なんでだろう。あれ、最初から取ってきたんだけどな。ごめんなさい、ちょっと、トゥルー見たから許してくれるよね、きっと。調べてきます。バットを見るために調べる実況者っているのかな。 すいません、じゃあ調べてきます。カット。はい、調べてきました。とですね、刃物を持つことはまあそれなんです。そのバットエンドの条件なんですけど、持っているだけだとダメみたいです。はい、で、どうやら、ドラゴンと名前の鳥、ちゃう、名前のある鳥、まあ、メインキャラクター以外のものをどうやら切りつけられるらしいんですけど、ですね、その祠に行った後、犬とか猫も対象らしいんですけど、犬とか猫いねえよなと思ってて、で、どこだっけなと考えてたら、思い出しました。雲の上で鳥たちに邪魔されるじゃないですか。もしかしたらそこかもしれないなと思って、ちゃんと刃物を持って、ほら、刃物を持って、使い方は自分次第、運命も自分次第、目の前にあるものを切りつけます。で、これを持ってると、他の、キャラクター、まあ、鳥とか犬とかから無敵状態になるらしいです。で、何度も言いますが、ここから、残酷な描写が描かれるらしいので、苦手な方はお控えください。いきましょう。いやー、皆さんにとってはもう数分かもしれないけどね、俺今もう30分40分ずーっとやってたからね。いやー、疲れた疲れた。さあ、行きます。行くよ。おおおおおお、ごめんね、やる気はないんだ。いやー、これ嫌いな人は、これ苦手な人は苦手だな。ごめん、殺してきちゃったんだけど大丈夫？ 運だけはいいというか、全は殺してきたから。でも抜ける。あ、殺してると記憶出ないんだ。へえ。
で、これでエンディングを見に行けばいいのかな。いやー、まさかトゥルーよりもバット見る方がなんか悩んじゃった僕、俺がバカみたいだな。なんでバット見る方が難しいんだろう。本当もう悩んだよ。もうどうやってあの刃物使うんだと思って、挙句に調べちゃったし、バット見るために。結界が解けた。ねえピャッちゃん、どうして赤いの？ああ、別に羽が赤いってわけじゃないね。だけど感じるよ。他の誰かを殺したんだ。きっとドラゴンの結界が解けて君の本当の姿が見えるようになったんだろうね。がっかりで。まさかとは思ってたけど、ああ、自覚あるんだ。言ったよね、君が悪いやつでない限り手厚くするって。今どういう状況か喋れなくてもわかるでしょ。私たちはあなたに協力しない。あれ？あ、今もしかして逃げられた？やらかした、セーブしてね。やらかした。で、いちいちここまで来るのがね、本当に面倒なもので、いやで、がっかりだよって言われて、協力しない、逃げる。あ、BGM も違う。違うで、え、後悔はない、どういうこと？あ、他の鳥を殺したことが。あなたに本当の友達はいた？本当の友達もいないのに他の鳥を殺してしまったということか。みんながっかりしている。あなたならって期待していたのだから。でもただの見余りね。おーおーおー、いっめっちゃ重くなった。大丈夫か？もう後悔しても遅い。あなたは定めてしまった、自身の運命。他の鳥を殺してしまったから、もう友達みんながっかりしている。あ、エリックも出てこない。誰もあなたを助けない。だってあなたは悪者だから。あなたは理由もなく血を浴びたから。みんなあなたを軽蔑している。あの時私は警戒した。しかしその上であなたはあの刃を手に取り使った。私の最後の力で与えたこのチャンスをあなたは不意にした。もうあなたに期待などしていない。いや、あなたはこの森から排除すべきだ。鳥、無事か？ドラゴンの声がして、犬猫どもらはどこかに逃げていったみたいで、まさかと思ったが、俺はお前を責めたりしねえよ。たった一人の親友を守るくらい、俺でもできるだろう。さあ、早く逃げろ。早くどこかに隠れてくれ。あー、で、ここでに親友も見殺しにするっていう感じなのか。なるほど、やはり貴様はたった一匹の親友すらも見殺しにできる非道だったのか。すでに私の目が狂っていたのは間違いないらしい。あいつは俺のたった一匹の親友だ。俺は決してあいつを裏切る真似はしない。だから守れ。まだ鬼とお友達ごっこをつ続けるつもりか。あいつはお前を見捨てた。一匹生き延びる道を選択したんだ。まあ私は最初も期待したさ。裏切られたかな。ああ、もう過ぎたことだ。今さら何も言わんさ。だが私は貴様を必ず探し出す。その短い命が尽きるまでにな。必ず私の手で貴様を。
これがバッドエンド。あ、これ鳥の気持ちか。ごめんなさいなんて言葉で君に許してもらおうなんて思ってない。もう取り返しのつかないことなのだから。また僕は、ま、約束を守れなかった。うん、今度は破った、僕の手で。バッドエンド、ごめんね。はい、ということで、バッドエンド、すっごいなんかみんなから見捨てられて。でもそうだよね、よくよく考えると、この鳥、主人公の鳥はなんかどこから現れたのかっていうのはまだクエスチョンマークで終わらせられてますけど、うん、でもまあ最初に見つけたのがエリックンだと。でずっと2人で過ごしてて、でそのさパート1であんな感じにやられちゃって、エリックンがね。で鳥が1人で逃げてきて、で他の鳥たちと出会った。でその時まで鳥は他の鳥たちと、自分とエリックン以外の鳥たちとは話し何こう出会ったことがなくって、で初めて出会ったんだよね。で初めて友達みたいな関係ができて、でも自分は話せないから、そう話せないから、今までもしかしたら出会ってたのかもしれないけど、自分は話せないから、そうなんか見捨てられちゃっててみたいな。そこでも、さっきのね、みんなはみんな鳥たちはね、今回はみんな、友達になってくれたけ慣れて、でトゥルーとかだったらみんな友達で、だけど結局エリックンと2人で旅に行っちゃうからバイバイってなってたけど、でバットの方は結局こいつまだみんなはね、いいやつなのかな、いいやつなのかなってなってて、まだ分かんないわけだ。でそこでその持ってる刃物に血がついてるってことで、あこいつは殺人鬼なんだなみたいな感じで、もうお前なんか助けねえよ、一人で頑張ってくれみたいな感じでやって、で唯一の死の友達であるエリックンも、鳥を守ったけどやられて鳥は逃げちゃって、でママもお前はまた結局自分の親友オマデを見殺しにした最低な鳥だ、ガシャーってやられる感じっていうことか。つまりこのゲームがこのバットとトゥルーを見ないとわかんないけど見えてこない、何このテーマだけど、何この友達って、友達っていうか、なんだろう、一人じゃないよみたいな感じ。下手だけど喋れなくったって、ま、なんか自分こう害があってもね、こう自分が例えばなんだろうな、まあ目が見えない、耳が聞こえない、喋れない、そういうのがあっても、ちゃんとあなた友達っていうのは、できるもの、あなたが何にも悪いことしなければ友達っていうのは、できるんだよって、みんなあなたのことを見てくれるんだよっていうことを、確かに面倒くさいかもしれないけど、ちゃんと見てくれる人は見てくれる人はいるんだよっていう、そういうことを伝えたかった作品なのかなって、思いましたね。このなんだろう、この可愛らしい雰囲気とは裏腹にね、そういうなんかそういうテーマが、そういうテーマなのか分かんないですけど、僕制作者じゃないんで、そうでもあったのかなみたいな感じです。はい、そんなわけで、パート1パートごとに今回区切らないように今回撮影してみたんで、新たな試みとしてね、そう区切らないようにしたんで、まあ、どのくらいのパートで終わってるのかわからないんですが、まあ、大体11とか2くらいなのかな、そんくらいのパートでしたが、よかった、最後まで見てくださった方は、本当にありがとうございました。また次回の
フリーゲーム実況の方もよかったらね見てくださると嬉しいです。あとチャンネル登録とか、評価のグッドボタンやコメントなどしてくださると、ね、とても嬉しいでございます。そんな感じで、飛べばいいじゃん実況、今回で終わりたいと思います。最後まで見てくださった方、改めて本当にありがとうございました。では今回はここら辺で失礼します。また次回の実況でよかったらお会いいたしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンやタブレットで見ている方はまず動画のタイトルをクリック。動画概要欄のチャンネル登録はこちらと書かれているリンクをタップして登録をお願いします。このシリーズの続きが見たい方は再生リストをタップすると見れます。パソコンで見ている方は画面のボタンをクリックすると登録ができますのでよろしくお願いします。また次回の動画もよかったら見に来てください。バイバイ。